今日は10月2日の月曜日です。ケイトウの花を描きます。ケイトウの花をデッサンしましょう。ケイトウの今度は茎のところをまず描いてみましょう。次にこちらのもう一つケイトウの花を描きます。ケイトウの花が描けましたので、こちらの方にケイトウの葉っぱを描いておきます。もう一つこちらにもケイトウの葉っぱを描いておきましょう。ケイトウの花のデッサンができましたので、彩色に入ります。ケイトウの赤い色を塗っていきましょう。今度は葉っぱのところも同じような赤い色をしていますので、これも赤い色を塗っておきます。こちらの葉っぱも同じように赤の色を塗っておきます。花のところはもう少し赤い部分がありますので、ここをちょっと強調して赤色を塗ります。これでケイトウの花の絵が仕上がりました。